こちらのポッドキャスト。どうも下です。団長です。さあ団長、ちょっと寒くなってきましたね。いや、さすがの僕も寒いですこれは。ねえ、まあまあ12月そらね、寒くなっていいと思います。寒い時期には寒くなるべきでしょうよ。僕その愚痴というか、はいはいはい、どうした？あんまりこういうこと言ったら良くないんですけど、良くないこと言うのも今から、良くないこと言います、まあ、たまにはいいよ、今からたまにはいいよ、うん、はい。何、僕まあ、今安住の地っていうね、京都の劇団さんの、はいはいはい、稽古中ですね、まあ、ゲストで東京で稽古しててね、はい、お疲れ様です。はい、ウィークリーマンションを安住の地が借りてくれてるんですよ、うん、おお、いいじゃないですか。はい、はい、まあ、三軒茶屋シアタートラムでやるので、近くの池尻大橋、はいはい、隣の駅ですね、伝統支店の。おお、池尻大橋いいとこですよね。はい、池尻大橋の。天下一品もあるでしょう。あ、天一、まあ、逆サイドですけど、そことは、そっちとは。ね、はい。天一ありますよね。借りてもらってるんですけど、はい。何度か行ってます。マジでそのウィークリーがバグってて。ほ、は、う、い。まあ、そもそも、うん、まず一番最初に僕が大ストレスを感じたのは、はい、シャワーカーテンの丈が足りてないんですよ。あー、なるほどね。そのびっしゃびしゃなんですよ、ね、それが。はいはいはい。そのたまにあるね、誰が喜ぶねんこの丈のシャワーカーテンで、まず以来1位。それでも一個言っていい、うん、はい、それおそらくもともと多分そのウィークリーの会社とかは、うん、そのシャワーカーテンは多分つけてもないんやと思うよ。で、うんうん、一回入った住居の人とかが、いや、なんかもうつけて、違うのよ、そのままに。あ、違うの、あれ違う、もう、うん、むっちゃくちゃ厳しいウィークリーで、おうほう、その言ったらお皿とか全てのものを借りるのにお金がむっちゃさらにどんどん加算されていく式でそのむちゃくちゃもう整理されてるんですよ、完全に。あ、へえ。で、あ、うん、違うと、それそういうことじゃない。そうなんです、その誰かの残りがじゃなくて、はい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 、完全にシステムなんですよ。そのどんどん良くなっていくもんね、そういうのって。そう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 、だからそれこそ夜は短しい時のウィークリーマンションやったら、うん、なんか前の人の皿とか山盛りやったんですよ。ああ、残ってたりしてね。はいはい、なんか こっちはもう皿一枚ないんです。だから全部ちゃんと持って帰ってくださいむっちゃ厳しく言われるんですよ。はいはい、あ、たまにありますね、そういう。そうそう、現状復帰絶対ですよ、まあまあ、みたいな。うん、まあ、まあ、シャワーカーテンしょうがないと、まあ、自分の中の納得は、まあ、その通気性が良くてカビ減んのかなとか、まあ多少下ビシャビシャになってもまあそんなもんなんかなと思って奥歯噛みしめて我慢してたんですけど、さらにクレイジーなのは、あの掛け布団が、あの薄いやつ1枚しかないんですよ。ああ、ありますね、そういう時。その現状復帰を歌ってるとこで冬借りて掛け布団1枚って、そのなん殺す気なんかいってなって、あの毛布借りられないんですか。だからプラス値段になるんですよ。はいはいはい。そうやってくると、もうなんか我がで借りるってなってくるじゃないですか、3週間とか。そうね、まあまあそこはもう、なんか唇噛み締めて、そう、それなんかそうやったら自分でもうね、ポチってアマゾンでポチって羽毛布団買ったろかいとか、はいはいはい、切れてなるんですけど、ただもうあと1週間でいなくなるしなとかなるじゃないですか。あー、もうその辺の判断、私はもうね、ちょっと玄人並みにあるかもわかんないですね。あ、師匠。はい、私はもうウィークリー行ったらもう、その場所その場所で全然変わってくるんでね。そうだ、ルールがね、もちろん。うん、でも見極めるんですよ、そのウィークリーを入る段階で、うん、あ、ここはやばい、はいはいはい、やばそうだなとか。はい、もう、あ、瞬時にアマゾンで毛布や加湿器などを購入したりしましたね、うん、借りれる場合は借りたりもするんですけど、でも案外同じ値段やったりするでしょ。そうそう、なんです、結構高かったりするのよ、もう借りてる方が。はいはいはい。んで、だったら買った方が安いかなと思って買う、でそのまま最終日に自分の部屋に送るみたいな、うん、その医者さんちがその毛布山盛りありません、はい、それいや、まあそれは
その毛布を送ったりとか事前にとか、やばそうだったら加湿器と毛布をその入居日に届くように置き配みたいなのができるようにするとか、いやそんな私はねそういう対策めちゃくちゃ、ねはい、ウィークリーを嗅ぎ取る力やっぱその石田さんほとんどないんですよまだ東京住みとか多いんでね私劇で東京住みウィークリー借りていただくとか、うんまはいはいはい、これがまあその案の定借りてくれてるからまあ ねその言うのはあれなんですけど、うんはいはいはい、感染マジでその案の定どうこうというよりこのもうウィークリー会社がマジでクレイジーなんじゃないかっていうので僕はもうご立腹ですねあーいやーもう本当にそれはね、はい、あるんですよねたまにそれはもうだから自分を責めてくださいもうここは俺をウィークリーが悪いんじゃなくて俺が悪いと安住の地でもなく俺の安住の地でもなくウィークリーじゃなかったらもう安住の地攻めるしかないと思ってたけど俺はそうじゃないのねそうです自分の因果自分の因果を攻めるもうこれはもう本当に酷な話するようですけど酷、はい、やなと思ってます、ね、厳しい先輩やなと思ってます本当に絶対仮その会社が悪くないんならもう借りたやつが悪いと思ってたけど、うん、そうじゃないんですねそこはごめん本当にここは優しい言葉かけてあげた気持ちあるこの寒空の中板間ですかあいうフローリングですはいフローリングでじゃあどうでしょうスリッパないでしょう全部ないスリッパなんて、はい、スリッパとかも必須ですこの家にあったものはシャワーカーテンと、はい、カーテンだけです、はい、あとハンガーが3つあハンガー3つもありましたか3ついい方いい方ですハンガー3つあるのは3つがいい方石田さんどんなタコ部屋で住んできたんですか今までまずウィークリー行った初日はもう私ドラッグストアそして100均、はい、ここに行くっていうのがもう決まってんのねもう決まってますはい。でウィークに行って入ってそのままもう100均行きましたよ、はいうん、100均も行きましたよちゃんと、うんうん、もう生活に必要なものっていうのを、うん、惜しみなくその入ったねその日に、うん、入所日に、うん、もう割り切って、はいはい、ああ俺が悪いんだと俺のせいでこの部屋なんだっていう風に思うんです そしたら誰も悪くないと会社も借りた人も悪くない俺だと悪くない俺ですもう菩薩みたいな人やな俺の己のくじ運ですあれなんか石田さん50年ぐらい仏教で鍛えてきたんですかなんか下脱したんですかそうすれば本当にね気持ちが軽くなりますよ誰のせいでもないああまあまあまあ俺のせいかなぐらいの感じででももうだったら自分で何とかすればいいじゃんって解決できるんですよそしたら自分が動き出せば自分さえ動き出せば、うん、自分さえ金を出せば何だって思うでそうですそうですあいつのせいだとかねあいつのせいでこうなったんだ、はいはいはい、なぜこうなんだって言っててももう事態は変わらないですから、うん、まあそうですね、うん、もうそうなんですよ、うんうん、自分が動くしかないです団長今すぐ毛布ポチる、もう今からでももういやもう1週間後いなくなんで俺ここそうかいや僕はだから毛布をめちゃくちゃ迷ったんですよ、うん、僕もはいはい、冬にねはいそれこそあれじゃないですかね夜は短しい時じゃないですかねウィークリーで、うん、春先借りた、うん、はい借りたウィークリーがもう外れウィークリーだったんですこの場合は自分で借りたんで まさにねもう自分のせいというふうにはあったんですけど、うん、もちろんね借りていただくこともたまにあるんですけど、うん、で毛布どうしようかなと思った時にあ家の毛布がもうちょっとこう古いと、うん、ああなるほどうん、うんでちょうどこれ買い替えたかったんじゃないかなるほどはとおーおー気づいた私はもう、うん、そうなんです私はそういえば買い替えたかったあ
ああ、じゃあありがとうございましたって感謝に変わったんですよ、その時点で。もう実家やからさ、俺今むちゃくちゃ毛布とかあんのよその山盛りなんですか、ね、まあじゃあそこはもう借りるという判断。はい、いや、そこに行くしかないかも分かんないです。毎日その何かに八つ当たりしながら生きてきます、僕は。だってそこで借りなくてね、少額の値段ケチったらもうこれ風邪ひいてとかね、いやそうよ、もう迷惑、体調崩してとか迷惑かけたりとか、さらにね、あのお金でいくらかかるか分かんないですよ、薬代もバカにならない、病院行く金とか、もちろん。そうです、そうです。そしたら数千円、今毛布も安いですから。まあね、その2,000〜3,000円で買えると思いますよ。3,000〜4,000円かな、ちょっと分厚いのでいくと。4,000円出せばいいのが買えますはい、もう全然じ、日当で計算したら400円ですよ。だからあと1週間ほどでしょ、日割りで計算したらね、400円ほどで、はい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 、まあ10日、1週間か、あ、だからさ、ね、500円ぐらいか、1日500円って考えたら安くないですか。私でぬくぬくできると思ったら。そうです、そうです。はい、いや、はい、パンツ一丁で寝ます今日はパン一で、パン一でどういうこと。もう反抗してそうか、いやー、まあまあ、ね、本当にね、そんな感じで住まいっていうのは結構あるんですよね、東京出張とか僕も多いからね。はいはい、もうでもこれはよくやってるんで、本公演でもね2週間3週間滞在することあるんで、だからもうそうやって対策は練れてますね。でどんなウィークリーかとか、どんな宿泊場所かっていうのもね、また変わってくるんでね。なるほど、大体分かってきたんですね。はい、いやー、頑張ってください。まあでも僕は本当にだから僕その中で一番僕がねずっと文句言ってたのが、シャワーが回ることだけは自分の手では何ともできないからさ。はい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 、ここで以前も言いましたけど、シャワーが回ることだけはもう切れますとか、シャワーの自分のせいじゃないの、出具合、それはもう自分のせいじゃあ、シャワーの出具合どうですか。シャワーの出具合はもう別にもう本当ビュービュー出ます、ちゃんと。ああ、よかったです。あとウォシュレットじゃなかったらもう本当に切れそうになります僕は。ウォシュレットじゃないです、もちろんそんなものはもうウォシュレットじゃなかったら辛いな、ね、それ自分の引きでしょそれはいやもうね、しょうがないね。でもね、頑張って、まあ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 、あと1週間なんでね、まあみんなで頑張って作品作ってますんで、よかったら見てください、みんなね。ぜひシアタートラムですね、16、17、18と、はい、3日間ですね、12月16、17、18、3日間。はい、本当だ、もう1週間だ。はい、じゃあ行きましょうか、カクテル恋愛相談室で、冬のデート。はい、3件しか来てないんで、3件メッセージ少なめ、まあまあまあそんなとこもありますかね。でもデートしてへんやつしかおらんのじゃないかっていう疑惑出てますよ。冬で、ああもうデートはあんまりしてリスナーさんもデートしてないのかな。もしくはもう俺としてネカフェ行くしかないっていう人かもしれないです、はい、行ってんかな。デートどんなとこ行かれてますか。ではでは、はい、ラジオネーム山杉。はい、ありがとうございます。私ごろではございますが、12月5日で35歳になりました。おめでとうございます。 おめでとうございます。あ、はい、誕生日でしたかね。いいですね、おめでとうございます。目の前の人を笑顔にしていきたいです素晴らしい抱負、目の前の人、おー、いいですね、はい。さて、冬はあえてイルミネーションを見に冬で、あ、外でデートしたいです。あ、ありありあり、デートね、私の理想ですが、イルミネーションを見ている好きな人の横で、はあ、全然綺麗じゃないね、私、めっちゃ綺麗やん、彼女、
だって、うん、イルミネーションより綺麗な君がいるから私このやり取りをしたいですあー、ね、いいねいいね。でもその後いいよいいよって言われて、はい、彼女のセリフはぁ、ね、はぁ、いや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 、ほっぺが真っ赤になるでしょうよ。あ、リンゴほっぺに、あら、リンゴほっぺになるでしょうよ。西田さんが毎日食ってるリンゴほっぺになりますか。あ、続いてますリンゴ、はい、食べてますね。何です、そんなデートがしたい。イルミネーションね、いや、ありだと。まあでもちょっと人が多いんでね、イルミネーションね。まあ確かにちょっとな、それだけあれですけど、綺麗だなと思いますけどね。私もイルミネーション。ではでは、次、エリリン、はい、エリリンさん、ありがとうございます。伊勢さん、男女さん、こんにちは。トークテーマ、冬のデート。ここ数年は予定がないので記憶を思い起こしてみました。思い起こしてみました。ありがとうございます。大阪にいた頃は元彼とユニバ、ユニバーサルスタジオジャパンね、ユニバに行ったり、海遊館に行ったりしてたかな。一番近い過去でも結構前になるんですが、鎌倉を散策したこともありました。ああ、冬の鎌倉。なるほど。理想としては、ユニバでもディズニーでもいいんですけど、テーマパークでのデートがいいですね。おお、なるほど。テーマパーク好きなので、好きな人と一緒に過ごせたらと思います。その後、少し良さげなお店でのディナーでクリスマスを締めくくる感じでしょうか。まあ、本当に大したことしないので、こちらリスナーの皆さんのデートどうなのか気になります。ってことでございます。なるほどね、テーマパークね。私も結構長いこと行ってないな。確かに僕はね、この問題は少し良さげなお店でのディナーが僕は引っかかってます、はい、なんでいいじゃん、これ。だから、いや、少し良さげなお店ってのはもうどっからかと、もうボーダーラインをね、僕はもう全ての人にちゃんと提示してほしい。まあ値段的な意味もそうでしょうし、雰囲気、意気分もね、まあいわゆるレストランっていうような、ファミリーがついたらあかん、ファミリーではない、そうね、まあ、ビストロ、ビストロまでは行き過ぎなんかな。サイゼなんてイタリアンやで。サイゼね、サイゼリアね、大イタリアンやで、あんなの。いや、サイゼもいいと思いますけど、たまにはね、サイゼも美味しいですからね。最高の味ですよ、好きですよサイゼ、めちゃくちゃ好きですよサイゼ。この場合の少しお酒の店にはちょっと入らない可能性が高い。入らないね。いや、むずいわ。少しお酒の店ね。焼き鳥は、あー、でも焼き鳥もさ、いろんなパターンあるからね。その本当にさ、もうザ居酒屋みたいなさ、焼き鳥一番です。焼き鳥一番は、いや、まあ美味しいですよ、美味しいけど、少し良さげなお店じゃないんじゃないですか。まず京都でよう行ったけどな、焼き鳥一番。だから提灯、赤ちょうちんじゃない焼き鳥もなんかあったりするじゃないですか、なんかこうね、まあ、ちょっとその創作料理焼き鳥屋みたいなね、そうそうそう、なんか小綺麗なとこありますね。カウンターだけですみたいなね、なんか焼き鳥屋さんもあったりするじゃない、なんか、はいはいはい、確かにそういうとこ、ありなんじゃない、そういうとこも。いや、その辺のセンスが僕もないから分からへんわ。なんか私の友達がさ、同級生がさ、なんかすごいグルメでさ、そのインスタにね、こういつもこう食べ物をあげてたりする友達がいるんですけど、高橋くんインスタ見てたらさ、その焼き鳥屋さん行ったら必ずお土産で、自分でね、お土産でね、そのお弁当作ってもらって持ち帰りしてるんですよ。おお、なるほどなるほど、すごい。で、夜そのまま焼き鳥食べて、で焼き鳥弁当を作ってもらって持って帰って次の日食べるんだって。はあ、なるほど。次の日のなんかお昼とかにね、多分、それがすっごい美味しそうでさ、いつもなんか高級焼き鳥店みたいなとこ行ってるんだけど、でなんか、うわ、大人だなと思って、なんかその多分メニューに書いてるわけではないと思うんだよね、その焼き鳥弁当みたいな書いてんのかな、はいはいはい、あれどうやって頼むんだろうみたいな、
でそういうお店行ったことない、そういうの憧れます、うん、そういうのは確かにね。いやーなんか焼き鳥でも全然焼き鳥にたどり着くまでにちょっとなんかこうすごいすごい工程があるみたいなさ、はいはいはい、はい、何品か食べた後やっと焼き鳥みたいな、はいはい、焼き鳥食いに来てんのにおう、うん、なるほど。いやあれね、なんかそういうのいいなと思う。だ少しお下げのお店ってそういうことでしょうね。なるほど。ビッグボーイでいいね、じゃあ。ビッグボーイね。フォルクスとビッグボーイでいいね。エマミレス大好きですよ、私だって。はい。じゃあ次行きます。行きましょうか。はい。ラジオネームタイムレーラー。タイムレーラーさん。冬のデート、はい、冬場のデートを思い起こしてみた中で一番印象に残ってるのはバイクのタンデム、過去2人乗りです。おー、冬にバイクね、もっこもこに防寒しても目的地に着く頃には体の芯まで冷え切ってしまいます。うわー、なるほど。しかし走行中の精神的な一体感が他の季節より高まりますし、寒さからの解放感でその後のデートの楽しさも増していた気がします。なるほど。昨年の今頃双子座流星群を見るために夜空を眺めたのも印象的でした。あら、うわいいデートしてます ね。一人だとすぐ飽きたり寒さに心折れたりすると思うんですが、二人ならまとまった時間見ていられます。二人同時に同じ流れ星を見るのが意外と難しく、見れた時の喜びは格別でしたってことでございます。うわ素敵ですね。めちゃくちゃ素敵なデートしてるじゃないですか、ね、冬のデート。確かにやっぱその流星群、流れ星を見るっていうのはねやっぱ素敵ですね。なんかいいね、流れ星を見るデートね。今から流れ星見に行こうよっていいじゃん。はぁみたいな、流れなりますよね。はぁって確かに、え、流れ星どこに見に行くのみたいな、で星が見れるとこあるんだよってね。で流れ星って1日に、ね、そこなんか知識あ知らんけど、そういう、はいはいはい、実は毎日流れ星って見れるんだよみたいなさ、なんかわかんないけど、はいはいはい、1日ちょっと調べるわ。まあね、そういうカクテル書くときは調べてください、ちゃんと。そうね、実は1日に流れ星がどれぐらい流れてるか知ってるみたいな、うん、1日だけでも100万個の星が流れてるんだよみたいな、はいはいはい、みたいな。ちょっと100万はないと思うけど、確かに、1万ぐらいは流れたりすんのかな。まあいっぱいありそうですね、案外。ちょっと調べてみようか、1日流れ星、でその流れ星捕まえたっつって指輪渡すんでしょ。一番ダサいと言われてる、一番ダサいと言われてるやつ。一日流れ星何回で、流れ星一日流れる数、何回だと思います。でも1000回ぐらいは流れてんじゃないですか。1000回、私100万回とかって言いましたけど、はい、今 Google 先生によりますと、嘘つかへんから、地球に1日に降り注ぐ、流れ星の数は、なんと、2兆個。あら、見てええわ。じゃあ嘘、じゃあもう見んで、そんなあるんやったら2兆個やって。じゃあ南極とかなんかあっち側とか行ったら確かにめっちゃ見れそう、流れ星とか。オーロラとか見れるとこ行ったら、あ、まあこれだから昼間とかにも流れることがあるから、もちろんもちろん目視できないんやろね。だから夜で考えると1兆個やね。でも半分って考えたら、はい、単純に、で言ってもその星空が見れる田舎に行かなあかんから、そう考えたらやっぱり5000億個はい、だ5000億です。5000億ぐらいそうね、星が見れる田舎を、都会と田舎を2分の1としてざっくり、ざっくりして、でさらにもっと高い山の上ってなったらもっと減るから1000億個です大体、1000億個は見れます、どうやら。
すごいね、めちゃくちゃ見れるじゃん。むちゃくちゃ見れる、どうやら。うわー、ショック、そんなに流れてるんや、うん、ねえ、うん、スターダストが、はい、はい、まあ以上でございます。以上ですか。あー、はい、いいですね、流れ星見に行くデート。あ、これちょっとカクテルにしてみようかな。今実はカクテル書いてますからね、ちょっとカクテルの合間に今、ね、ポッドキャスト撮ってるっていう、合間のポッドキャストですからね、トークテーマどうしようかな。はい、あ、もうクリスマスですね。まあでも、はい、もう本当にクリスマスって感じじゃないですか。本当ですね。うーん、あー、どうしようかな。プレゼント、やっぱりもらって嬉しいプレゼントね、クリスマスプレゼント、うん、それを聞かせてください。欲し、あの、思い出でもいいですし、これが欲しいとか、今これ欲しいとか、クリプリ教えてください。クリプレね、うん、プリプレか、プリ、うん、プリプリって、もう、うん、おかしかったな、プレやな、クリプレ、うん、うん、クリプレどうしましょう、はい、といったところで、はい、お待ちしております。何が欲しいかとか、これ今までこれもらって嬉しかったとか、まあ、うん、クリスマスプレゼントにまつわる思い出だったり、うん、今、はい、のやつでもいいですね。お聞かせください。はい、といったところで今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。 LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。